皆さん、こんにちは。本日は日本男子バレーボール代表チームの快挙についてより詳しくお伝えしたいと思います。6月29日ポーランドのウッチで行われたバレーボールネーションズリーグ VNL2024 男子準決勝において日本代表がスロベニアを 3-0 でストレート勝ちし、見事に決勝進出を果たしました。この勝利により日本は大会史上初の決勝進出を決め、2年連続のメダル獲得を確定させただけでなく、1977年ワールドカップ以来実に47年ぶりの銀メダル以上も決まったのです。日本男子バレーボール界にとって歴史的な快挙と言えるでしょう。まずは試合の詳細を振り返ってみましょう。第1セットは 25-21 で日本が先取、続く第2セットも 27-25 と接戦を制し、最後の第3セットは 31-29 の激闘の末に勝利を収めました。日本のスタメンはセッター関田正弘、オポジット西田有志、アウトサイドヒッター石川祐希と大塚辰徳、ミドルブロッカー小野寺大志と山内明宏、リベロ山本智弘という布陣でした。試合展開を詳しく見ていくと、第1セットでは序盤から日本が主導権を握り、西田有志の強烈なスパイクや石川祐希のブロックなどで着実に得点を重ね、リードを守りきりました。第2セットは一進一退の攻防が続き、終盤にスロベニアにリードを許す場面もありましたが、西田のバックアタックで同点に追いつき、粘り強く逃げ切りました。第3セットはさらに激しい戦いとなりました。日本は一時リードを広げましたが、スロベニアの猛追を受けて逆転を許します。しかし、ここで日本の底力が発揮されました。石川のフェイントやバックアタックで相手のセットポイントをしのぎ、最後は相手のスパイクアウトで劇的な逆転勝利を収めたのです。まさに世界トップレベルの試合と言えるでしょう。この勝利の立役者となったのが、主将の石川祐希選手でした。石川選手は試合後、オリンピックに必ずつながる試合になる、今の力を出し切りたいとコメント。その言葉からは、この勝利に満足することなく、さらなる高みを目指す日本チームの強い意志が感じられます。またフィリップ・ブラン監督も試合後の会見でチームの成長を評価しています。戦況を読む能力が上がってきた、ミドルブロッカーが相手の動きを見て戦況を見るというところは上達したと分析、チーム内の雰囲気の良さが好プレーにつながっていると述べ、世界ランキングでほぼ並ぶスロベニアとの対戦を非常に重要な試合だったと振り返りました。一方、敗れたスロベニア側の具体的なコメントは見つかりませんでしたが、世界ランキング3位の強豪チームとして日本の実力を認めざるを得なかったことでしょう。この試合は日本チームの現在の力を世界に示す絶好の機会となりました。この勝利に対する反響は SNS でも大きく広がりました。 X では、やった、勝った勝った、鳥肌が止まらないといった歓喜の声があふれ、 Yahoo ニュースのコメント欄でも多くのファンが日本チームの快挙を祝福、すごい、決勝進出おめでとう、日本男子バレー強くなったな、石川選手を中心にチーム一丸となって勝ち取った勝利だといったコメントが寄せられました。さて、ここで日本チームの強さの秘密を探ってみましょう。一つの大きな要因はチームの多様性です。今回の試合でも西田有志、高橋藍、大塚辰徳など様々な選手が活躍しました。これは一人の選手に頼るのではなく、チーム全体で勝利をつかみ取る日本の強さを示しています。セッターの関田正弘選手は試合後のインタビューで、チームがまとまって勝てたことが何より嬉しいと語っています。またフィリップ・ブラン監督の指導力も見逃せません。ブラン監督は選手たちの能力を最大限に引き出すことに長けており、特に戦況判断やミドルブロッカーの動きなど細かい部分での成長を評価しています。監督就任から4年、ようやく理想のチーム作りが実を結び始めたと言えるでしょう。さらにチーム内の良好な雰囲気も勝利の要因の一つです。ブラン監督はチーム内の雰囲気は非常に良いと強調。この良好な関係性がコート上でのパフォーマンスにもプラスの影響を与えていると考えられます。ミドルブロッカーの小野寺大志選手はチームメートを信じて全力でプレーできたと振り返っています。ただし、
課題がないわけではありません。石川主将は以前の試合後、コンビやレセプションの連携、スパイクの打ち方など課題が多く出たが、やるべきことが明確になったと語っていました。常に改善点を見つけ進化し続ける姿勢こそが日本チームを世界のトップレベルに押し上げた要因と言えるでしょう。また今回の大会ではグリーンカードという新しい試みも話題となりました。フェアプレー精神を称えるこの仕組みはスポーツマンシップの模範となる行為に対して与えられます。日本対スロベニア戦でも正直なプレーが称賛される場面があり、 SNS では好意的な反応が多く見られました。日本チームにはこの面でも世界をリードしてほしいものです。さて今回の日本の勝利はバレーボールファンだけでなく日本のスポーツ界全体に大きな影響を与えそうです。近年さまざまな競技で日本選手の活躍が目立つ中、バレーボール男子も世界と戦える実力を証明、東京オリンピックに続き再びスポーツ熱を高める起爆剤となることでしょう。特に来年のパリオリンピックを控える中での快挙は他の競技の選手たちにも大きな刺激となるはずです。本大会の経験を糧にさらなる高みを目指してほしいと思います。またこの勝利は若い世代へのインスピレーションにもなるでしょう。憧れのヒーローを目の前にしてバレーボールに興味を持つ子どもたちが増えるかもしれません。今回の勝利の意義をまとめると以下の5点が挙げられます。1点、 VNL 初の決勝進出と2年連続のメダル獲得。2点、47年ぶりの銀メダル以上が決定。3点、パリ五輪に向けた世界トップレベルの戦い。4点、チーム力と監督の指導力の証明。5点、日本スポーツ界全体への好影響。これらの成果は日本バレーボール界の長年の努力の結晶と言えるでしょう。しかしまだ道半ばです。決勝戦、そしてその先にあるパリオリンピックでの金メダル獲得という大きな目標に向けてチームはさらなる高みを目指していくことでしょう。決勝の相手は開催国枠を持つ強豪フランスです。準決勝では世界ランキング1位のポーランドを破るなど、その実力は折り紙付き、日本にとって真の実力を試される一戦となります。フランス代表のアンドレア・ジャーニ監督も、日本は非常に強いチームだ、特にブロックとディフェンスの能力が高く簡単には点を取らせてくれないと警戒しています。一方日本チームの西田有志選手は、フランスは世界最高峰のチーム、でも僕たちにも勝算はある、チーム一丸となって最後まで諦めずに戦い抜きたいと意気込みを語っています。世界最強への挑戦、その先にある栄光を勝ち取るため、選手たちが持てる力の全てを出し尽くすことでしょう。皆さんもこの歴史的な瞬間を目撃できたことを喜びつつ、テレビや会場から精一杯の声援を送りましょう。日本バレーボールの新たな歴史の幕開けです。最後までお読みいただきありがとうございました。それでは決勝戦もぜひご覧ください。